大人が英語をやるなら Tagetive English。 今回は今すぐやめろ、英語を一生マスターできないマインドセットトップ5。 おトップ5、あんまり良くないことだけどトップ5、はい、これらを発表していきます。英語できない人のマインドセットって僕たち話したら一瞬でわかると思うんですよ。実際私は留学経験なしの大学2年生の時に日本にいながら独学で英検1級だったり TOEIC 930点を取得しました。なのでこの英語学習法にはかなり自信があるんですよ。英検も表彰されてましたし、そうですね、日本英語検定協会奨励賞第2位やりました。なのでぜひ最速で英語をマスターしたいと思っているのであればこの動画を最後までご覧ください。それではトップ5の発表に行きましょう。まず英語をマスターできない人のマインド第5位、舐めてる。まあ、言い換えますと簡単に英語をマスターできる方法があると信じているということです、うん、森田先生どうですか、こういう人たまにいませんか。多いと思いますよ、うん、まあ、昔私自身も英語できたらかっこいいなと思ってそういった類の教材に手を出すということがあったんですよ、うん、ただ全然効果なかったですね。で残念ながらやっぱ労力をかけずに英語をマスターするっていうことはもう不可能だと断言できると思います。じゃないと今頃日本人みんな英語できてますよ。その通りだと思いますね、はいはい、考えてみれば当たり前のことで、まあ、スポーツでもそうですよね。ほとんどやったことのない人がたった数週間とか数ヶ月で全国レベルの選手になるなんて絶対できないじゃないですか。で英語学習も同じで結果を出すためにはそれ相応の努力をしてもらわないといけません。でも英語を楽にマスターしたいなと思ってる人は努力を避けようと思って楽な方法を探してしまうんですよ。でこれって実は英会話スクールを選ぶ時にも当てはまるかなと思うんです、うん、つまり受け身だけでいいとか1対1で話さなくていいグループレッスンを選んじゃうって可能性があるんですよね。ただ実際グループレッスンよりもマンツーマンレッスンの方が効果があるっていうのは明らかだと思うんですよね。なのでそういった風にこう楽な道を選ぶんじゃなくてちょっと大変だけど確実に力がつく勉強っていうのをやっていってほしいなという感じです。また以前絶対に選んではいけない英会話スクールの特徴についても解説したのでもし興味がある方はぜひこちらの動画もご覧ください。でもちょっと話がずれたんですけれども、まあ、本当に英語をマスターできる人というのはやるのは大変だけどそういうふうに効果があるっていう勉強をちゃんとやってるんですね。なので皆さんはぜひ魔法のような方法を探すのやめて武田塾イングリッシュで僕たちが普段から紹介しているような王道の勉強法でしっかりと英語をマスターしてほしいです。英語をマスターできない人のマインド第4位は頑固です。言い換えると一つの勉強法に固執してしまっているってことですね、うん、まあ、なかなか英語ができない人の傾向として変な勉強法に固執してしまって新たな勉強法を試してみないっていう、ね、傾向があるんじゃないかなと思います。実際私自身も間違った勉強法で高校3年生の春まで勉強しちゃってました。なので偏差値も40代でしたし中学3年生の時は B 同士もわからないみたいな感じだったんですけれども武田塾に入塾したことで自分の勉強法よりも圧倒的に効率的な勉強法に変えました。でそれによって一気に英語力を伸ばすことができたんですね。で今までたくさんの生徒さん見てきましたがやっぱ伸びるのが早い人って真似るのが上手です。なので素直にね勉強法を変えてみるだけで一気に成績が上がるっていう人もいますのでぜひ柔軟に他の人の考えも取り入れていただきたいですね。素直な人の方が英語だけじゃなくて何でもそうですからねできるようになりますもんね。そうなんですよ。なので素直になろう英語をマスターできない人のマインド第3位は完璧主義ですね。完璧主義っていうのは決して悪いことではないんですけれども、まあ、英語学習においてはかなり弊害になることがあります、うん、正しい英文法で話せるようにならないとって考えてしまうともう極端に英文法だけやっちゃうとか、実際私の友人で英語をマスターするって決意した友達がいたんですけれどもその人が英単語と英文法を完璧にしなければならないっていう、もうすごい完璧主義な子だったんですよ。なので英単語検定1級を取得したりだとか総合英文法の分厚い参考書を1冊全て丸暗記しようとしていたんですけれども結局その単語と文法だけの勉強でその子の大学4年間の生活は終わってしまいました。なのでリスニング、スピーキング、ライティングが、まあ、僕と比べて全然できるようにならなかったんですよ。ただ語彙力と文法の知識だけはもう僕よりも圧倒的にある。なので仮に完璧主義者の人がトイックに出会ってしまうと今度トイックの点数を高めることだけが目的になっちゃう可能性があるんですね。でもちろん資格対策も大事なんですけれどもやっぱ英語そのものの勉強も大事だと思ってまして、まあ、私自身も、まあ、資格対策はもちろんしてたんですけれどもそれ以外に普段から英語でニュースを聞いたり動画を見たりとか音読したりシャドーイングしたりとかして根本的な英語力を上げるっていう勉強も並行して行ってきたからこそ今の英語力があるなと思ってます。森田先生も英語のニュースとか普段から見たりされてましたよね。はい、してますね。今でもしてます、はい、うん、まあ、なので完璧主義になりすぎずちょっとした成長でも喜ぶっていうのが大事ですね。そうですね。まだ完璧主義になってしまうとできなかった時にね放り投げちゃうんでいいこともありますけど諸刃の剣というか結局完璧主義のせいで語学っていうのは放棄されてしまうってことが多いですね。気をつけてください。英語をマスターできない人のマインド第2位は目的意識がない。あなたが英語学習をしている目的は何でしょうか。この質問に対してもうビシッと
答えられないと波が出てきちゃうんじゃないかなと思います、うんうん、やっぱここの目的が定まっていないとモチベーションがずれてしまったりして一時期勉強頑張るけどやる気がなくなっちゃったりとかしてしまうんですよね。であと中にはなんとなく英語学習かっこいいなと思って英語を学ぶこと自体を目的化しようとする人がいるんですけれどもそれだけだとやっぱ弱いですよね。英語を身につけてその後何をしたいのかが重要だと思うんですよ。やっぱ留学したいだとか外資系企業で働いて収入をアップしたいとか転職したいとかですね、あと社内で英語を使う部署へ転籍したいとかね、いろいろ人によって、まあ、こう目的が変わってくると思うんですけれどもその英語学習をどのような目的で行うのかを明確にできていればモチベーションが上がるだけじゃなくて何をいつまでにするかも決まってくると思うんですよ。なので適当に英語学習していた方ぜひ明確な目標を見つけてみてください。ではいよいよ英語をマスターできない人のマインド第1位多責思考です。まあ、つまり英語ができない原因を環境のせいにしたり、まあ、先生のせいにしたり、まあ、周りの人のせいにしたりするということですね。まあ、この思考パターンの人はですねやっぱ環境を変えれば英語ができるようになると思ってしまっているパターンが多くあります。ただ実際は留学に行ったとしてもそこで日本人とだけ仲良くなって話して結局全然喋れるようにならずに日本に戻ってくるっていう人もいるじゃないですか。なので環境を変えるだけでは英語力自体は伸びないんですね。なので置かれている今の環境でできているベストな行動をまだ取れてないのであればまず自分自身の思考を変えていってほしいです、うん、逆に英語ができる人というのは英語ができないのは自分自身に何かしら原因がある責任があると考えてどんどん行動を変化させていくことができる人だと思うんですよ、うん、なので自責な人は行動が早いしかも行動量も桁違いなので圧倒的に早く英語をマスターすることができるということですね。確かにそうですね。というわけで今回は英語を一生マスターできないマインドセットについて説明しました。で皆さんがすぐにできるおすすめなアクションとしましては武田塾イングリッシュの無料カウンセリングを受けることです。英語をマスターするにはやるしかないんだよっていう事実をお伝えさせていただいたり圧倒的に効率的な勉強法を無料カウンセリングでお伝えさせていただいてます。さらに英語学習をする動機や夢目標を具体化するお手伝いもさせていただいてますので一気にマインドを変化して英語学習を加速したいという方はぜひお申し込みください。そして他にもこのチャンネルでは普段から最短最速で英語をマスターするための英語勉強法やおすすめの参考書をできるだけ分かりやすく配信しています。そういった動画をこれからも見逃したくないよという方はぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。今日の話を聞いて他にもこういう思考だと英語マスターできないんじゃないかなと思うことがある方はぜひコメント欄で教えてください。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。